はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第319回だよねではございます。今回のテーマがアルバイトに何を求めるのかっていうところを話していきます。でこれはアルバイトに求めるって表現をするとですね、ちょっと店長ポジションみたいな、店長として入ってきたアルバイトにっていう話じゃなくって、学生のみんなが、まあ、高校生とかね、まあ、まだやってない方多いと思いますけど、大学に入ったら、まあ、ほとんどの方がすると思うので、自分がアルバイトとして働く中でそこに何を求めるか、アルバイトをする人が何を求めるのかっていうところをね、少し話していこうと思います。よかったら最後までねお付き合いください。でですね、まあ、まず、私自身のアルバイト遍歴というかね、こう今まで何してたんだっていうところを話したいんですけど、アルバイトデビューは大学1年生の時です。うちは高校がねアルバイト禁止だったので、まあ、真面目に禁止を守ってたんですよ。まあ、友達やってたけどね、やってバレてましたけど、焼肉屋でやってた友達がいたんですよ。そう、焼肉屋やってて、で同じクラスだったんだけど、次の日さ、学校行ったらめちゃくちゃ落ち込んでて、どうしたんだろうと思ったら、その焼肉屋にね先生が来たんだって。しかも先生一人家族とかじゃなくて、先生の打ち上げみたいな3人ぐらいで、でしかも接客行っちゃって知らなくて、そうめちゃくちゃ怒られてたそんなこともありましたけど、でまあデビューは大学の時なわけ で最初がね、多分コンビニのローソンがデビューだったかな多分。でその後に転々としてたんだけど、やったことがあるのが、あとはセブンイレブン、まあ、コンビニまたね、セブンイレブンと家庭教師と居酒屋ですね。焼き鳥焼いてました。焼き鳥屋さんの居酒屋と、あとは薬局かな、こんなところだと思う多分。まあそんなやったことあってですね、で一番長かったのはおそらく居酒屋です。はい、焼き鳥屋が一番長かったと思うんですけど、まあそんなことやってましたと。で、まあ、最初ね、ローソンに勤め始めた時には当然、まあ、みんなもさ、最初の動機ってお金が欲しいだと思うわけよ。そうで自分もそうよ。そうでしかもうち大学がさ、その群馬から東京学芸大学まで通ってたんで、行ってきますから学校の正門くぐるまでが2時間半から3時間かかったの。2時間半ちょっとかな多分かかったのね。だからバイトがさ、なかなかできんわけよ。往復5時間移動で使っちゃってるから、その下手したら5限まで受けた後にさ、家帰ってくるともう7時とかなっちゃうから、そっからバイトってなるともう夜勤みたいなねなっちゃって、そうでなかなかバイトができんと。で働いてみたらさ、まあ、みんな言うことだけど、働くとさお金稼ぐ大変さわかるよね。本当にお金稼ぐって大変だなって、まあ、痛感するわけよ。今までのお小遣いってありがたかったなってマジで思う。でまあ、それでもさお金稼ぎたいわけ。うちそんなに裕福じゃなかったから、お金欲しいなって思って働いてたんだけど、なかなか稼げないと。で最初ローソンは夜勤じゃなくて普通に働いてたんだけど、働けるのが週2回の3時間だけとかだったから、もうね、いやありがたいよ、ありがたいけれども、スズメの涙みたいなもんよ。だからまず夜勤に変えた。でセブンイレブンは夜勤だったので、その学校から帰ってきて、夜の9時か10時から働き始めて、朝の5時か6時に上げてもらって、でそのまま下手すると家帰って速攻お風呂入って、そのまま学校行くとかねっていう生活をしてました。まあそのせいでちょっと体壊しちゃったんだけど、で、まあ、夜勤は稼げる、確かにある程度稼げるんだけど、それでもさ定期とかで消えてっちゃうわけ、お金の方は。で違うなと。その、まあ、日々の生活をするために稼ぐことはもちろん大事なんだけれど、まあ学生じゃん、18歳とかじゃん。これをその日々の生活をさやっていくためだけに、この仕事時間もうさ1日のさ何割っていう時間を使ってるわけで、いやもったいねえなと思ったの。俺この中でそのなんだろう、お金だけじゃなくてもっともっとプラスの付加価値をもらわないとこれ働いてる意味がねえなっていうふうに思って、何思ったかっていうと、スキルアップに使おうと。自分のそのまあレベルアップなところよね、レベルを上げていこうと、バイトを通して。でもちろんそのセブンイレブンでもバイトの中でね、スキルアップはできると思う。例えば接客能力とかね、突き詰めればできると思うんだけど、俺そもそも接客が苦手なのよ、コミュ障なもんで。そうまあそれはね、あの接客を通して学べたと思うんだけど、でも夜勤ってさなかなか人も来ないし、で俺一回ちょっと夜勤の時に事件に遭ってて、ちょっとなんていうのかな、まあなんだろう、危ないヤクザ関係の仕事をされてるような方、服装とかのあれですけど、その人に接客中に殴られたことがあって、そう警察沙汰になったんですけど、まあ、そういうこともあったから、まあ、辞めたわけよ。そうで
じゃあ次勤める時に、まあ、居酒屋を決定したんだけど、その後なんで居酒屋にしたかっていうと、まあ、将来教師になりたいと思って学研に行ってるでしょ。でもやっぱり子供たちの前に立つのとかさ、想像しただけでも恥ずかしいって思っちゃう自分がいたの。声を張れないみたいな、ダメだと。やっぱり子供たちの前に立つんだったらベストパフォーマンス、自分が思う中でね、できなきゃあかんと思って、いやこの声を張る仕事で、しかも人と対人のその仕事ができる仕事で、自分が苦手だなと思う仕事なんやろと思った時に居酒屋だったわけよ。居酒屋で、まあ大学行ってるとさ、そうやって居酒屋みたいにご飯食べ行くこともあったから、できねえなと思ってたわけ。よっしゃっせーみたいなあーできなそうって。でもできなそうだからこそ自分のレベルアップのチャンスそこにあるんじゃないかなと思って、で正直ドキドキだった。あ、俺多分すぐ辞めるかもって思ったけど、でもまあまあ申し訳ない、店の仕事人には申し訳ないけど、まあ、すぐ辞めたとしてもでも一個経験させてくれと思って面接行って、まあ、受かっていざ働いてみたら、まあ、いろんなもうねカルチャーショックはありましたけれども、うん、でもねすごく良かったと思ってる。だから今俺多分一日体験なんだろう、体験入店で居酒屋やってくれてたらできる自信あるもん。めっちゃ声張って、サンタク様くらー、なんだドリンクの勝負でしょーみたいなねごめん、マイクでさ音量めっちゃ拾ってたらごめんね、うるさかったら申し訳ない。そうとかできる、できる。なんていうか、そのスキルアップっていう言葉を使うとさ、めちゃくちゃかっこいい感じがするんだけど、でも自分の中では一皮も二皮も向けたなと思ってて、あの時間はで約2年間働いてたかな、多分2年働いてたかなと思うんだけど、うん、っていう意味でアルバイトを使ってました。だからその、まあ、好きなことで生きていくっていうのがさ、ちょっと前に YouTube のな言葉になってましたけど、まあいいわけよ、あの言葉っていうのはすごい夢がある、あそこには。でもその好きなことだけでではないんだよね。好きなことをするためにはいろんな苦労があって、その過程プロセスがいっぱいあるわけよ、過程がね。そうだから、なんか自分みんなもね、これからアルバイトを選ぶときに、もちろん高校生だとさ選べる選択肢がないじゃん、まあ、コンビニだったりガソスタだったりとかいろいろあると思うんだけど、選択肢がないから難しいかもしれない。でも、まあ、大学入ったりとか、まあ、高校生のうちでもいいんだけど、働くっていう時に例えばお金の面とかもそうだけど、自分にとって何がプラスになるのかっていう、人生一生勉強だから、スキルアップしようと思ったら何歳でもできるわけ。俺の35歳でもそうだし、みんなのお父さんお母さんの中でもそういう高い意識を持ってる方いらっしゃると思うんだよね。多分資格の勉強頑張ってるお父さんお母さんとかもいると思うし、そう、学ぼうと思ったら何からでも学べる。別に友達と話しても学べるもん、うん、俺昨日あのイベントでね、松丸亮吾くんね、あの謎解きの彼と一緒にねイベントさせてもらって、で彼のさスピーチというかトークを聞いたわけ、オンラインでね聞いてて、もうさ本当に勉強になった。もうめちゃくちゃ勉強になったもん。ごめんね、俺なんかそのさ、あの刺激が本当に心地いい刺激を受けたから、めちゃくちゃ今テンション上がってるんだけど、まあ、翌日の朝なんだけどね今ね。そうだから学ぼうと思ったら何でも学べる。それは素晴らしいことからも学べるし、反面教師って、おいこんなこやつにはならねえぞっても一個の学びじゃん。こういうことをしてしまったら俺はこういう嫌な気持ちになった、だから俺も他の人にはそれをやっちゃいけないぞっていうのもすごく学びだよね。あと失敗を回避できるんだもん。だからみんなもね、これから、まあ、アルバイトだけじゃない、今回はアルバイトっていう話で持っていったけれど、いろんなところで自分のプラスにするっていう発想っていうのは自分次第でいくらでもできると思うから、ぜひね、なんかさ、まあ、参考にしてほしいというか、なんかそういう発想を一個持っといてもらえるといいのかなと思ってね、今回喋らせていただきました。はい、ということでね、まあ、今やりたいバイト何ですかって言ったら、本当に個別指導塾で働きたい。いや働かないけど、なんかさ、塾さん一日配置先生してみたっていうのをさせてくれるところをよろしくお願いします。いや本当に個別指導塾だったら、特に中学生相手だったら多分何の科目振られても割と対応できるのでとか言ってそこそこ の普通の時給でいいです、普通の時給で構いませんの時給お金もらうんかいっつってねなんだけど、ちょっとやりたいよね。そうやりたい自分でね塾を開きたいとは思ってないんだけどね、やっぱり実際に教えたいんよ。実際に教えるの楽しいんだよ本当に。そう、まあそんなことを思っております。まあ、このダラダラ話を聞いてるかは知らないけどねはい、という感じで、まあ、今回はねこんなアルバイトの話をさせていただきました。まあ、多少なりともね参考になれば嬉しいです。はい、ということで、今週のダラダラ話は以上でございます。もうちょっとでですね
なんと私8周年です。はい、6月1日2012年の6月1日が初投稿日なんですね。多分ね、あれゆきりぬさんもね6月1日だった気がする。違ったっけな、初投稿あれゆきりぬさんじゃなかったっけな、間違ったらごめんなんだけど、まあその日があってなんかやりたいなと思って、一応ね今日コミュニティタブで振ってると思うんだけど、質問を募集してると思います。なんか久しぶりに質問コーナーやろうかなと思って、そうなので、まあ、真面目な質問でもいいんですけど、ちょっとおちゃらけたというかふざけた質問でも全然ねやります。まあ、リクエストでもいいです。ただ以前やった机の角に小指をぶつけてくれっていうのはもう二度とやりたくないので、あれだけはちょっと勘弁してほしいんですけど、まあ、なんかね気軽に投稿っていうかねリプを送ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今週のザラダラジオは以上です。また来週何か喋っていきますので、よかったらねまた来週の日曜8時にお会いしましょう。それじゃあまた来週、以上です。ありがとうございました。